<laughs> はい皆さんこんにちはお元気ですかあの愛媛県西条市着物しお代表のしおみですよろしくお願いします、えー、お正月ね、えー、過ぎましたが皆さんいかがお過ごしだったでしょうか、えー、今日2021年1月6日ですね、えー、本日1回目の今年1回目のライブ配信をスタートしていきたいと思いますよろしくお願いしますはい えー、いよいよね、51回目、えー、今年21年度はですね、何度か100回目指して、えー、頑張っていきますので、応援の方をよろしくお願いしたいと思います。はい、今日はですね、えー、年初、年初ですので、今年の目標ということで、 え毎年、ですね、えー、着物潮見では、えー、社員全員であの書き初めをしております、えー、今年し1年どういう気持ちでねこう仕事をしていくかということを含めてです、ねえー、やっております去年はですね私2020年度はあのー、まあ漢字ではなかったんですけど円でこう丸を書いてですねこう円丸くなるということで、まあ、いろんなことにまあ挑戦しながらどんなことにもね、あのー、どこから ね、こう来ても崩れない縁を作るということでスタッフ社員の輪家族の輪お客様との輪ということを大切にしようと思って、えー、去年1年間は頑張ってまいりました今年は今年の目標ちょっとこれこ今回コピーなんですけど「キ木」木ですね、えー、この「木」はどういう意味かというとですね まあ、気を引き締めていこうということもあるんですが、えー、気をつける、気をつけるってあのよく気をつける、気をつけるって言うんですけど気をつけるってどういうことかというと何かが起こるときのために準備をしておくということを気をつけるって言うんです、ねはいう、えー、今、まだまだ、ね、コロナの方も大変ですが、えー、それに負けないまだ何が起こるかわからないことを想定しながらそれに対する準備をしていきながらですね 気をつけていこうと思うんですが大丈夫でしょうかはいはいでまあ気を配るとかですね、えー、気合を入れるとかですね、えー、いろんなねまあこう気っていうのがあるんですが、えー、この一年間この気をねお題に一年間頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、お年始ですね、えー、今日のテーマがですねまタイトルの方にもね。 出してるんですが、有機紬はい日本三大産地つむぎの産地ですね有機大島牛首とね、えー、大きくは言われておりますその中の有機紬なんですが、えー、有機つむぎっていうのは有機に始まり有機に終わるっていうぐらいあのー、非常にまあ愛されている着物なんですねで有機っていうのは これ全部草木染めで染めて真綿を紡いで、えー、していくんですが今重要無形文化財に指定されておりますはいこれですね重要無形ユネスコに登録されております手,手で手で真綿糸を手で引いていくんですね手で引いていって糸を作るでこれね あのーまあ80吉郷とか100キッコーとか160吉郷とかでまあいろんなあのうんかすりのサイズっていうのがあるんで後からまあ説明するんですがえまあ糸の細さ細ければ細いほど細かいかすり柄が出てくるんですがそのま,ま手で紡ぐでかすりを手でくくるで地綿っていうねあの旗で折ったものを 重要向け文化財に指定されております。まあ、これもね、あの、調べてもらったら、詳しくね、説明されている方、たくさんいらっしゃいますので。ええー、走ります。<laughs> はい。で、有機の特徴ですね。有機の特徴、ざくっといきましょうね。まずね、丈夫ですね。はい、めちゃくちゃ丈夫です。で、とても軽くて。ふわっとして,て軽い。 でだんだん艶が出てくると書いてるんですけど切れば切るほどですね産毛が取れていって艶が出てくるんですよこの艶を楽しむのがまたねいいんですねで実は私、今日、あのー、有機を着ております、えー、これはね、ソウガラの亀、ー、甲、まあ、ガスリなんですね。はいこれですねはい でこれはねもう三代有機,有機三代と言われるぐらい、えーね、長くね、えー、着れる着物なんですが亀甲、はい、文様とはあこう綺麗映ってますねさすがやちゃん亀甲文様というのはもう亀甲というのは亀の甲羅ですねその亀の形をしたね、えー、甲羅の形をした柄を亀甲がすリっていうんですがまあ あのー、かすりかすりっていうのは縦糸をこう柄をくくっていって染めてその色が入ったところ入ってないところをこう合わしていって柄を作っていくんですよ。でそれをかすりっていうんですけど縦がすり横がすりってねあの歌にもあるじゃないですか「縦の糸はあなた」とかね「私どっち?」わからんあなた,あなた縦はあなた横が私ね。 で縦糸を張っとってくるとその横に私が入っていきますよという歌ですよね。はいいそういうことでするその中でもやっぱりかすりの王様って言えるのが、まあ、私は亀甲じゃないかなと思っております。え特にこの「有機に関しても亀甲、まあ、柄っていうのが非常に多いんですが「とび柄」っていう、ね、柄でこれはまあちょっと勇気でも。 縮みのちょっと夏人用の生地なんですが、まあ、実はこういう飛びでこう一部だけ柄を作ってるんですね。見える、うん、で全体にするともうすごく大変なんであのー、一部だけにまあこういうかすりを入れていってるような感じのものが多いですが今日は。 そうがすりあ止まった動いた <laughs> そうガスリのあの勇、ー、気を止まってる動いたり止まったりしてる で、亀甲文様とはということで亀甲文様とは黒長寿を願い、銘、え、対、ー、亀の甲羅を文様化したもので、えー、上下左右に連続させることが多い。う Wi-Fi を使い続ける。はい。で、あのキッコーマダがね、ずっとつながっていくっていうところで、まあ正解派だったりとかですね、<laughs> 出てこ、<え>尻尾柄とかですね、まあそういうふうにまあつながっていくから永遠にこうつながっていく柄っていうのがまあメデタイ柄っていう。 ことになってます。はい。でまあその亀甲柄っていうのでもあのー、種類がいろいろあるんですよで80亀甲100亀甲160亀甲200亀甲ってもうねこれ200亀甲っていうのはねもうないないないですものがで、えー、160亀甲っていうのもあの先ほど紹介したとび柄みたいなのはあるんですがあのー、総柄でっていうのはもうまずないです 今私が着ているのが百吉光の総柄なんですが、えー、これがもう大体年間でもう数単数単しかえ上がってきません非常に希少なものにえなってきておりますこうこれちょっとあのブログ書かれてた人のところから取りました、えー このぐらいあの80キッコー、100キッコー、160200きっこうって、えー、柄があの大きさ200キッコこうというのは大体2ミリぐらいの大きさ160が2.4100ッコこうが3 5ミリぐらいですね80キッコうになると4 8ミリぐらいの、えー、大きさのキッコうの柄になるっていうことですねこ,の、はいでまあ、これもかなりも相当くくりを入れないといけないんで 非常に時間のかかる手間のかかるものなんですがやっぱりこうそれでもやっぱり有機を着るとやっぱこう軽さ着心地も全然、ね、疲れないって言ってもいいぐらいですねあのふわっとこう着れるんですよでそれが、ね、あの非常に気持ちいいで着れば着るほどその人の体に馴染んでくるんですよでつが出てくるでその素材感の変化を楽しめるっていうのも えー、勇気なんですね、えー、これはもうだいたい次の代3代続くって言われてるぐらいなんで、えー、その次次次とね、えー、仕立て替えしては、えー、その方の寸法に合わせてっていうので切ることができます。はい、なぜね今日はね「勇気」をご紹介したかというとやっぱりね「あの勇気に始まり勇気に終わる」という言葉があるぐらいですね、えー、勇気を来てもらいたい。また年の初めなんで えー、継続する、ね、まためでたいということできっからということで雪を紹介させてもらいました舌が待てないねで <laughs> じゃーんこれできましたあのー、昨年ねあのご紹介しておりましたえ羽、ー、織を作るっていうので、えー、知ったんですけど あのー、この着物ね、えー、出来上がってからね、まあ、ご紹介をね、えー、しようと思ってましたこれ後ろがこんな感じはいこれあのー、京都のメーカーさんではい言ってください工芸 ムツロさんむつろさんのところで、えー、別注して作ってもらいましたはいもう私が、ね、ずっとねねこのね白地にし白地にこう絞りを入れてカチン染めしてほしいということもずっとね昔からまあお願いしておりましてね、えー、こうやっと仕上がってきたんですがやっぱりあのー、昨年何回だったのかな、あのー、ライブ配信の時にあ最後か。 49回50回の時にもこの別々で、えー、作ったんですよっていうのを見てもらってあとこの羽織の裏これはですねあの勝ち虫こんな感じ仕上がりましたはい勝ち虫ともですね鬼山です、はい、ちょうど色合いもねあのー 少しピンク地にええー、これこここれ勝負勝負で勝ち虫勝負に勝つ、はいえいえ近い <laughs> 近い <laughs> はいでまあやっぱりねこう裏がこうやるとちょっと透けてるんですがね切るとね そのために地色に色をかけたんですが少しかわいめにピンク系の、ね、色をさしております、まあ、このぐらいにすると色の濃淡であの上から羽織ってしまったけどこうなった時にも、まあ、裏そんなに透けずに、えー、羽織りを抜いた時のおしゃれを、まあ、楽しめる感じでございます はい、帯をねこう何をしみようかなと思いながら近田屋さんの赤漆のうん裏このさっきの,かあの勝負に勝つの勝ち虫の裏は藤井絞りさんで、えー、作ってもらいました藤井絞りさんとムツロさんのコラボ商品です はい、で帯は、えー、よくね私もお気に入りで締めてるんですがお腹はあんまり映さないでね、はいあのー、分からんね、はい、赤,赤漆のお帯です網代はいそんな感じでね、えー、こう結構画像ではね茶色く映ってるんですけどもっと赤いですもっと赤いですは離れたら赤く見えるね はい、いいね来たありがとうございますでこの羽織が来て帯がきてこの「結城は島屋さんし島屋さんだよね島屋さんの <laughs> また怒られるね <laughs>、芝屋さんで作ってもらいました <laughs>、はい。勇、え、気、ー、もね、今ね、今非常に頑張って、えー、やられておりまして、私も勇気はね、すごく好きで、1、えー、枚ね、本当にいいのが欲しいなーって、えー、言い続けてましてね、それでちょっとこの百鬼っ子宋柄をね、えー、手にすることができました。はい こう欲しいと思っても手に入らないんですよねでこれもう23年待ってもらう覚悟で、えー、あのー、注文をしてくださいはいで私もこれ、ね、翻訳のね、あのー、祝いにね42の祝いにこの「勇気」を作りました、えー、皆さんもね あの節目節目の、えー、大きな節目にはね、えー、こう着物を送る長いものを送るといいね、えー、レインボーがいいと言いますけどね、えー、ぜひね、ま、着物帯、えー、お声掛けをいただいたらと思いますはい、えー、今日は年始、えー、私の今年の目標はね、えー、木であのー、気を引き締めていくぞね気を引き締めていく 気をつける気をつけるというのはその準備をね、まあ、していくということで、えー、今年も頑張ってね、えー、今、緊急事態宣言が明日から出るかもしれませんが、えー、また、ね、このおうち時間等々を含めてですねまた楽しい配信をおしていって皆さんに、ね、喜んでもらえるように、えー、していきたいと思います。はいといととうことで、えー、第51回の ライブ配信終わりたいんですが次が <laughs> 1月14日1月14日にライブ配信をしたいと思います。もし間違えてたら、あのー、コメント欄のところに、えー、日にちの修正を入れておきますので今日の51回の、ね、配信のところに入れておきますので、えー、また、ねえー、見ていただけたらと思います。えー 今年度、今年中に、ねえー、100回目指して、えー、頑張りますので皆さん、ご声援もよろしくお願いします。では、年始も、ねえー、元気にお別れしたいと思います。今日もありがとうございました。